車が運転できない、登山は苦手、そんな人でも気軽に楽しめるのがバスで行く八幡平山頂の自然散策です。登山口の見返り峠では2人の散策ガイドが出迎えてくれます。八幡平山頂から八幡平一周のコースはおよそ2時間半、山頂まではゆっくり歩いてもおよそ30分です。舗装した道は歩きやすいのでスニーカーでも大丈夫。待って、頂上行って帰りはこっちの方下がってきます。花を見て楽しむっていうところが多いですね、遠くから来てね。誰でも歩けて高山植物がすぐそばで見られるってとなかなかないんですよね。まあ8万体ぐらいじゃないですかね。点在する沼の風景も楽しめます。鏡沼です。まあこう見ての通り林もこう綺麗に映ってますよね、鏡のようにね、うん、綺麗な方は綺麗に、そうじゃない方はそれなりにという困っちゃうのがありましたが、はい、頂上か、八幡平頂上です。1613m、 花の100名山ぐるっと回るね、うん、本当に歩いてもね、標高差もないし平らなとこ歩いてる感じなんですね。ただほとんど木道ですのでね、歩きやすいですよね。八幡沼で、長さはですね、600m、 幅で200m あります。なかなかこれが貴重なんですよね。誰でも来れるっていうのはね、自然に楽しめるっていうのはね、すぐ馴染めるとこはなかなかねないと思いますけど。皆さんも一度八幡平一周コースを歩いてみませんか。八幡平自然散策バスは盛岡駅9時35分発で毎日運行されています。